なんか前やったような気がするけど、いいよね。はい、どうも、シンガーソングライター系 VTuber、 いや、バーチャルシンガーソングライター、そしておはすみよし。はい、おはすみよし、バーチャルシンガーソングライターの元住吉奈々です。どうも、アルキメイの歌音作りシーズン2ということで、ね、じゃあキックの音、なんか前にやった気がするんですけど、どうよ。808系のベース作るみたいな動画がシーズン1でやってると思うんですけど、もう一度もう一度やってみようと思います。今日のテーマはエンベロブジェネレーターでピッチを操作するです。エンベロブジェネレーター、前回はフィルターを操作したんですけど、キックも操作してみようよっていう話ですね。まあ、そこに注目していただけると、まあ、なんとなくなんとなく良いのではっていう感じでいきたいの。あとレソナンスでやる方法はあるかもですけど、まあそこは多分アルケミーじゃ難しいんじゃないかな。じゃあ行きます。えい、イデオロジック、ベースはっていうのが前回作ったやつですね。とりあえずイニシャライズプリセットでサラの状態、ソーウェーブが鳴る状態にしてるんですけど、まあソーウェーブでやってでもいいんですけど、まあね、サイン波系の音の方がそれっぽいかも。何がいい？どれでもいいんだけど、MG ってやつ。まあ、ちょっとだけ波形が違うんですよね、このね。どれもサイン波系、これパルスっぽいよね、ほとんど。サイン波のポーっていう音を適当に選びます。これベースにして、でまあ低い音出したいんで、キーボード低いとこ叩けばいいんですけど、まあグッと下げちゃいましょう。24、もう超重低音、2オクターブ下げると。でサイン波だとね、ほとんど音が聞こえないでしょ。特にあれで聞いてる人、ソーウェーブとかだと倍音が鳴るんで結構聞こえるんですけど、サイン波にするとほとんど聞こえなくなるっていう、これポイントですね。何がポイントなのか分かんないです。で今回ポイントはチューンかな。チューンでいこうか。チューンをエンベロブジェネレーター、AHDSR、新しいのを作ってあげて、で、もうこれで、こうギャンつってやって、これデプスを、なんかプラス、96セントです。96セントとかやりすぎだと思います。まあ、適当でいいんですけど。24はやりすぎかな。12にしよう。こんな感じ。まあ24でもいいけど。こうやって、ここの、要するに、ピッチが最初高いところが入って、ピュッと下がるような設定をしてあげる。わけね。先にこのチューンを触ると、ここのモジュレーションのターゲットがね、チューンになるんで、そしたらまあここに新しいエンベロブジェネレーター作って、ここに2番ね、2番を作って、2番を設定してあげればなんかいい感じになると。で、ボリュームのエンベロブが今こんな感じになってるんで、これもね、サスティンすぐに減るようにした方がいいと思うね。
ほら、なんかそれっぽくなる。で、ですね、ディケイと、リリースの長さっていうのは、だいたい合わせた方がいいです。ちょっと長めの、この感じ。このソの音で弾くとなんかいい感じですね。はい、という感じにできました。まあそうね、なんかあるかな。 FX をカットオフのフィルターもね、もうサイン波だからほとんど倍音ないんで、あ、なくていいと思うんですよね。で、まあやるんだったらエフェクトで、例えばディストーションをベースエンハンサーベースエンハンサーってなんだろう。いやー、なんかわかんないけど、あ、でも悪くないかな。こんなディストーション系をなんか適当にディストーションでもいいんですけど、ビットクラッシャーよりチューブ系の方がいいと思います。なんかちょっと音が、上の方の音、あの倍音がディストーションをかけると増えるので、なんかいい感じになるっていう。まあどっちがいいかな、ベースエンハンサー両方かけると、まあまあまあ、なんか適当にこの辺は本当お好みなん、お好みなんですけど、でやったらいいと思います。で、まあアタックの部分とこの胴鳴りの部分を、これ一つのオシレーターの、なんですか、アタックの部分がこのピッチが急に下がることで、表現してるんですけど、これ別のオシレーターにしちゃうっていう作戦もあるかも。あるかもですね。胴鳴りの部分と、これと。で、その場合はこのカーブを、そのアタックの部分の、ボリュームのエンベローブにしちゃってもいいかもね。はい。そんな感じ。以上ですよ。で、フィルターでやるっていう話なんですけど、ちょっとバキューム上げてみましょうか。これも一回。ユーザーデフォルトが、あるんでこれにしますけど、このさ、何も音が出ない状態にこのオシレーターからの出力を切っちゃうんですよ。で、レゾナンスをいっぱいにして上げるとなるかもねって思ったんですけど、ならないですね。あ、こっちがいいかな、こっち。レゾナンスが勝手に発信するっていうパターンがあるかもって思ったんですけど、特になかったです。じゃあ、終了です。一応これでも作ってみます？これで作るんだったらトライアングルにするといいです。サイン波ほど倍音がない感じではないんですけど。レゾナンサーっていうか、なんか変な音が鳴りますね。で、この場合はフィルター多分落とした、結構落とした方がいいと思います。で、ちょっと落としますか、これね。もっと落としてもいいかもしれない。
4番を使いましょう。VTO1 のピッチで。で、アタックレベルを。全然機能しないですね。かんだ。リリースのスロープ、リリースのスロープなんかなくていいの？なんか機能してないです。なんだろう、カーブの指定をどうにかするあれがあるんでしょうか。はい、わからないので終了です。何らかの方法でこのピッチを動かせるはずなんですけど、わかんないですね。こうかな。エンベロープトゥーシェイプ。シェイプじゃないんだよな。これで動かせると思ってたんですけど、そうでもなさそう。そんな感じです。以上です、今日は失敗しました。でも昔作ったやつは多分あると思うんだよね。これ。どうやってんだろう。あ、単純に VTO1 じゃない全体のピッチに対してやってるんだ。へえ。これだとだいぶキックっぽくはないですよね。ベースとしての808みたいな感じ。っていう感じですね。はーい。ということで、ピッチここに合わせてあげれば、VTO に対するピッチの指定がなんかうまくいかないみたい。バキュームプロいいんですけど、好きなシンセサイザーなんですけど、よくわからないっていうね。買ったばかりだから、ばかりっていうか買ったばかりでももうないんですよね。1ヶ月以上使ってますから結構使ってるんですけど、あんまりよく分かってない。あんまり使ってない説もありますよね。あんまり使ってない説まである、感じです。ちょっとね、買った当初は楽しかったんですけど、はい、そんな感じです。アルケミーで音作りシリーズシーズン2はですね、一番再生されてるシリーズなんですけど、一応再生リストの中では、ゲスト回の再生リストについでかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、人気のある動画リストが一番です。で、その次ぐらいだと思うんですけど、まあ結構再生されてるシリーズなんですよ。で、なので、金曜更新というゴールデンタイムに持ってきているんですが、リハーサルとか一切なしで適当に今日のテーマに沿った音作りをしちゃっています。はい。まあ、今回はバキュームプロよりもアルケミーの方がやりやすかったですね。はい。多分ね、シンセワンとかだったら楽勝だと思います。もっと楽勝だと思います。シンセワンシリーズもやりますか。フリーソフトだし、みんな使ってるでしょ。シンセワンね、私、いや、こんな昔話をしない方がいいな。はい、じゃ
作ってほしい音とか募集中。あとスケブも募集してます。スケブでスケブでシンセのパッチは与えられるのか問題ってありますけどね。はい、まあそんな感じです。じゃまたね、バイバーイ。あれ。